ジェームズ・アンドリュー・ケリージェームズ・アンドリュー・ケリーは、アメリカ合衆国の政治家。2001年から2005年まで、東、アジア、太平洋担当国務次官補を務めた。1959年、海軍兵学校を卒業。1959年から1982年まで、アメリカ海軍に所属し、供給部隊の隊員として退役した。その間、 1968年にハーバードビジネススクールで経営学習志望を取得。1977年に国防大学を卒業。1983年6月から1986年3月まで国防総省で東アジア太平洋地域担当の国際安全保障担当国防副次官補を務めた後、 1986年3月から1989年3月まで国家安全保障担当大統領特別補佐官及び国家安全保障会議アジア担当上級部長を務めた。1989年から1994年までホノルルで一品アソシエーツ社の社長を務めた。一品アソシエーツ社は国際的なコンサルティング事業を中心とした。 企業であり、アジア太平洋地域に主要顧客を抱えてきた。1994年から2001年まで、ホノルルで戦略国際問題研究所太平洋フォーラムの所長を務めた。太平洋フォーラムは1975年以来、アジア太平洋地域の政治、治安、経済に関する問題の分析し、各国間の対話を主催してきた。 2001年4月3日に、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領から、東、アジア、太平洋担当国務次官補に指名され、同年4月26日に、上院で承認された。ケリーは4月30日の任命を経て、5月1日に、就任した。2017年4月、朝日中受賞受賞。ありがとうございます。